サドルバック、またはサドルバックさんはアメリカ合衆国カリフォルニア州のサンターナ山脈の最も高い2つの峰とその間の尾根を含む天然のランドマークとして知られる場所である。オールドサドルバックとも呼ばれる。サドルバックはカリフォルニア州オレンジ郡の東側の境界のほぼ全てを占めており、その向こうにはリバーサイド郡がある。晴天時には ロサンゼルス大都市圏のほぼ全域から眺望することができる。サンターナ山脈の位置サドルバック山は南側のサンティアゴピークと北側のモジェスカピークからなる連邦である。サドルバックはサンターナ山脈に含まれクリーブランド国有林の一部である。その形状が巨大なサドルに見えることからそう呼ばれる。1880年頃の移住者が オールドサドルバックとして親しんでいたのが始まりだと言われている。なお、クリーブランド国有林はアメリカ合衆国農務省リニア局によって管理されており、オレンジ軍、リバーサイド軍、サンディエゴ軍の3軍にまたがっている。サドルバックは正式名称ではないが、オレンジ軍において最も有名な天然ランドマークである。そのイメージは、 サドルバック大学のロゴやランチョサントマルガリータの師匠などにも用いられている。サンティアゴピークホーリージムタ滝への枝道モジェスカ、ピークヘレナモジェスカの家サドルバックの二つの頂のうちより高いのはサンティアゴピークで海抜5687フィートないし5689フィートである。サンティアゴピークはサンターナ山脈の最高峰であり、 オレンジ群の最高地点でもある。サンティアゴピークは地元のネイティブアメリカンの間ではコローパと呼ばれていた。その後ダウニー、トラブーコ、タメスケルと呼ばれたこともある。山頂山頂は夏季には乾燥していて埃りっぽいが、陶器と初春には冷え込むこともある。暴風雨の際には雪や氷が降ることもある。その高さと見通しの良さから、 サンティアゴの頂上には150本以上のアンテナが立っている。カリフォルニア州南部全域の企業、警察署、消防署、軍やアマチュア無線などに貢献しており、アメリカ合衆国にとっても重要な電波、中継拠点の一つとなっている。また、同じ理由で、ハイカーにも人気がある。晴れ渡った日には、サンティアゴピークから、西はサンタカタリナ島、南は、 ティフアナまで見渡せる。しかし、頂上のアンテナ群が視界に入るため、360度を一気に見渡せる、地点はない。登山数本の登山道のうち、サンティアゴの頂上に至る最短の登山道は、ホーリージムトレールで、トラブコキャニオンロードの登山口から頂上まで約8マイルある。途中、ホーリージムフォールズに続く道に枝分かれしている。 麓のトラブコキャニオンとサンティアゴの頂上との高度差は約4000フィートある。健康なものであれば山頂までの日帰りは十分可能だが、食料と水は持参する必要がある。なお、サンティアゴさんの野生地域ではピクニックは許可されているが、キャンプや焚き火は禁止されており、洗面所も用意されていない。サンティアゴの頂上には自動車で行くことも可能である。 サンティアゴキャニオンロードからアーバイン湖付近のシルバラードキャニオンロードを登って行くと消防署を過ぎたところに林野局の門がある。サンターナ山脈で2番目に高い峰、モジェスカピークの標高は5496フィートである。1890年にオレンジ軍に今日構えたポーランド系のシェイクスピア女優、ヘレナ・モジェスカにちなんで名付けられた。 サドルバックの山中や山頂ではキャンプが禁止されているが、ふもとの地域公園にはキャンプ場がある。その他、ボート乗り、乗馬、サイクリング、ハイキング、ピクニック、バーベキューなどを楽しむこともできる。また、アメリカ合衆国南西部の動物を集めた動物園もある。サドルバックのふもとのトラブコクリークにあるオニール地域公園では、 ハイキングやサイクリングが楽しめる。飼い犬のみでなく、自分の馬を持ち込んでの乗馬も許可されている。また、キャンプ場もある。アーバイン湖サンティアゴクリークのアーバイン湖では、釣りやキャンプなどが楽しめるほか、ボートのレンタルもできる。自分のボートやキャンピングカーなどを長期間預けておくための専用駐車場も用意されている。 コンサートなどのイベントが随時行われている。アーバイン湖の近くにあるアーバイン地域公園では、ピクニックやバーベキューが公園中で楽しめる。自転車や徒歩による園内の移動も容易で、6つのプレイグラウンド、4つのソフトボールフィールドなどの施設がある。馬を持ち込んでの乗馬もできるほか、子供用のポニーライドも年中無休で提供されている。 動物園のアーバイン地域公園内には、オレンジ群動物園がある。同動物園では、アメリカ合衆国南西部に生息する動物や、植物に焦点を当てており、マウンテンライオン、白頭ワシ、アイランドフォックス、オセロット、アカオノスリ、アメリカワシミミズク、ヤマアラシ、コヨーテ、ヒメコンドル、ハナグマなどを見ることができる。家畜化された動物ではヤギ、ジャコブヒツジ、 ポットベリードピック、ラブ、山鳥などもいる。サドルバックの西側にあたる給料の多い地域は俗にサドルバックバレーと呼ばれる。サドルバックバレーに明確な境界線はないが、サドルバックバレー統一学区の管轄には、ミッションビエホ、ラグナヒルズ、ランチョサンタ・マルガリータ、レイクフォレスト、トラブコ・キャニオンなどが含まれる。同地域には、その名がサドルバックで始まる店舗、 施設が多く、ラグナヒルズの商店からミッションビエホの YMCA に至るまで、オレンジ軍南部の電話帳のほぼ1ページ分に及ぶ。例えば、サドルバック協会、サドルバック大学、サドルバックメモリアル医療センターなどがある。ミッションビエホから望むサドルバックとその周辺の、ミネミネミッションビエホとランチョサンタマルガリータの場合、学校によっては隣接する。 カピストラーの統一学区に含まれる。ありがとうございます。